こんにちは。あ、中さんありがとうございます。こんにちは。あ、中さん、ひろまるさんありがとうございます。としのりさんもありがとうございます。やっほーってやっほー。あ、かつりんさん、あ、ありがとうございます。みらありがとう、来たってありがとう。あいちゅるさん、あ、いちさん、ラボーナさんありがとうございます。くきおさんもありがとうございます。お、お洋服かわいいって嘘、ありがとう。今日は何、これで行こうかまだ迷ってるんだけど、でもね、これにしようかなって思ってるところです。うちさんありがとうございます。あ、にいこさんありがとうございます。あしーさんもありがとうございます。おにわさんもありがとうございます。アリスさんもありがとうございます。そう、今日はね、ちょっとメイク配信をしようかなって思っているところです。よし。あ、ファンタさんありがとうございます。こんにちは、こんにちは。すみすみさんもありがとうございます。そう、今日は花屋敷へ行きます。そう、なんかね、メイク配信、なんか何しようかなって話した時にメイク配信っていうのも結構あって、それでなんかやる、今日一緒に準備したら楽しいかなと思って今日にしてみました。トピさん100キロありがとうございます。そうそうそう、だからね、やっていこうかな。服装ね、これなんかね、動きやすい方がいいみたいだから、なんかね、これは下がね、ちょっとね、長めのスカートなんだけど、そう、これにしようかなって思ってるところです。あ、これなんて読むんだろう、リラン京さんありがとうございます。小部屋木さんもありがとうございます。お疲れ様ですって。そうそう、花屋敷はね、5時ぐらいかな。まだね、何もしてない。下地からやる。あ、今日のね、AKB 待ち工房楽しみすぎるって、ありがとうございます。花屋敷初めて。今日のね、天気はどうなんだろう。でもね、悪くないかな。多分なんか雨とか降らなそうな気がする。レン君ありがとう。コンピさんもありがとうございます。夜更かしさんもありがとうございます。あ、6時なんだ。そう、私たちはね、5時ぐらいなんですよ。さあさあ、ただちゃんさんありがとうございます。あ、みっちゃんさんもありがとうございます。で、今日もあったかいのかな。ね、嬉しい。でもあったかいと。じゃあね、やっていこうかな。月曜の豚さんもありがとうございます。あ、22時ぐらいまで曇り、晴れ、晴れで、それ以降が曇りなんだ。おお。確かに花屋敷雨だったら楽しめないよね、きっとね。たしさんありがとうございます。はやきーさんもありがとうございます。パーマくんさんもありがとうございます。山ちゃんさんもありがとうございます。トビさんもありがとうございます。シーネちゃんさん、初見さん、こんにちは。秋山ちゃんとゆなちゃんどっち派？え、ゆなちゃんの方がいいな。ペタプニプニさんもありがとうございます。エイチャさんもありがとうございます。え、あ、今日ずっと曇りなんだ。でも雨降らなかったら何でもいいよね。薩摩の妹さんもありがとうございます。そうそう、あ、ゆさんありがとうございます。よしふみさんもありがとうございます。あ、そうそう、別になんか、なんだろう、
皆さんにはゆなちゃんって呼ばれたいかもって感じです。それ以外は別にどっちでも大丈夫どっちでも大丈夫ですよ、全然ダメではない。うんそうそう、そう黒白コーデか、あとなんか青系かな、何がいいかな、迷っちゃうね。そうそう、鈴の音さんありがとうございます。ピクシンさんもありがとうございます。お、さつまいもチップス食べれますか、花屋敷イベントの時。え、イベントの時どうなんだろう、わかんない食べたいね。ワンタンさんありがとうございます。神戸のまちさん、いだちさんありがとうございます。こんにちはってたぐちゃんさん、こんにちは。ゆうたさんありがとうございます。いやね、まずね下地塗ってこうっと多分ね、これ私ずっと進まない感じがする。なんかね3時間やってもう終わらない気がしてきたココリコさんありがとうございます。これ何、カニオさん、こんにちは。初見さんありがとうね、話してて終わるね。アイチェルさんありがとうございます。お、リリーさん仕事中ですが来ましたって、ありがとう、頑張ってねそうそう、花屋敷イベントでは何、飲食なんだ、早くて読めない実品みたいな感じな書いてあったから、おそらく食べられるかなと。おお、そうなんだリップだけで3時間コース、リップだったら5秒ぐらいで終わるよ。はい、終わったお気に入りすぎる。おはようって、おはようございますね。リップだけだったら終わる。あ、パルさんありがとうございます。黒丸さん可愛いって、ありがとう、何もしてないけどありがとうタバスコさんありがとうございます。うっちーさんもありがとうございます。じゃあね、始めてこうかな。終わったってね、全然終わってないよ。あ、ティッシュ持ってくるの忘れた。いけるかな、いきます。まずこれ、これは塗るこれさ、説明しなくてさ、やってっちゃっていいのかなそういう感じ。ここに緑の塗るの、取ってきたらって、確かに。じゃあね、ちょっと大変だったら、絶対いるってなったら取ってくる。これ始まってからだから、そう、全然ね。でもね、あの一番最初になんかメイクを教わる時があったんですけど、その時に上手だねって言ってもらいましたそうそうなんですよ。使ってるの紹介していくのがいいんじゃないってね。じゃあ紹介していこうあ、あとこれ目の上にも塗る、ちょっとだけね。お、12月握手会楽しみって。私も楽しみ。あんまり変わってないよね気持ちだから、気持ち。あ、吉田あかりちゃんのメイク配信とか見てるって。見てますよ。あ、ティッシュ来たなイエーイ、ティッシュ来た。よしそうそう、あ、セッキーさんありがとうございます。全然変わってないって言われちゃった。じゃあ次行こう次はね、前髪短いな、びっくりしちゃった今そう、
しようかな。ファンデーションかな、やっぱり。ファンデーションはね、これみんな使ってるシュエ上村っていうねブランドのファンデーションです。これ幼く見えるって確かに。こんにちはって、こんにちは。なんかファンデーション何がいいか分かんなくって、アズが使っててね、買ってみたんですよ。そう、それで今はね、小ひなとかも使ってる。前髪は自分で切るよ。ちょっとね、今はね、巻いたばくるってね、ちょっとやってきたらね、やりすぎちゃった。そう、だからこのね、教えてもらったんですけど、このね、シュエムラのブラシを使ってこれを塗る。に出して、ね、お、そう、アズ、そう、シュウエムラ好きなの。結構もうみんな好き。多分そのうちね、18期結構みんな使うんじゃないかなって思ってる。いいのみたいな話をみんなでしたりしてる。そう、これでね、こうさあ、みんなね、スポンジでやるんだけど、スポンジじゃなくてブラシの方がすぐね塗り終わる。見て、終わった。ちょっとあんまり何が変わってるか分かんないんだよねそうそう、あ、クレンジングはシュウだよって。お、そうなの。クレンジングいい。私違うの使っちゃってる。クレンジングはメイクがうまいと思う。メンバーはね、やっぱ小ひなかな。小ひなはね、そう、そういうの得意だからメイク上手だね。そう、それでね、タバカンのまつげもね、そうそう、小ひなだけしかできなかったんだけど、最近ね、ちょくできるようになってきたそうそう、でも上手だねって言われた。だから上手になったと思う、多分鼻に塗る。そうそう、コヒーはね、免許持ってるからだいぶ。アンレームのメイクは特殊だよねって。確かに、でもいつも通りじゃないけど、すごいなんか大人っぽいよね、メイクが。なんだろう、多分ね、インライン引いてるからだと思うんだよね、イナ的に。あのアイラインをね、この目のここら辺に塗るとね、なんだろう、大人っぽい印象になるんだけど、それをやってるからだと思う。あと、なんだろう、みんなね、ピンク系とかなんだけど、あのね、その時多分結構ブラウンとか、なんだろう、ピンクメイクはあんまり してないっていうイメージだな。そうそう、たまにね、アンレイムの後にみんなで集まってみたいな時もあるから、そうすると、あ、いつもと違うなって思ってる。そうそうこんにちはって、こんにちは、はじめましてって。はじめましてじゃないじゃんコシちゃんから韓国コスメ、なんだろう、コスメはね、私自分で結構選ぶ。見に行くのとか好きで、そう、買い物行って買うそうそう、変わった、変わったかな。鏡傷ついてて汚いなね、ユイチのブラウン系メイク大人っぽいって。そう、なんかね、ユイチってね、自分でやる時も俺、あのブラウンメイクなんだけど、ちょっとオレンジっぽい感じでね、あと薄めだから自分でやると、そう、そうするとね、いつものユイチなんだけど、やっぱやってもらうとしっかり色がなるから、そうするとね、やっぱいつもと違うよね、違う気がする。まだ自分でポニーテールできない。なんかね、できないっていうか、結ぶことはできるけど、あのね、あ、自分でやったなってなるそう、大
母さんにやってもらうとめっちゃ綺麗だから、あのいつもねゆいに、あ、今日お母さんにやってもらったのって聞くじゃあそうだよって言ってる、いつも。でもあのさ、ゆいのねポニーテールは本当にもうびっくりするぐらいね、量多いし長いし、なんかね大変だよ多分あれ縛るの自分で。なんかもう一回縛ったら腕疲れちゃいそうだもん。最初メイクさんとかもねびっくりしててね、苦戦してたそうそう、ね、乾かすのも大変そうだよねそう、こんにちは、てたろうくんさんありがとうございます。高木さんもありがとうございます。和田さんこんにちは。よし、ファンデーションはいい感じかな。ちょっと余ったから塗ろう。ポニーテールねガチガチだよあれそう、めっちゃガチガチ。髪の毛とかガチガチになるからみんなでねでもそうそう、唯一のねポニーテール回しダンサー狂気ですって。そうなんですよ、被害者が多数です私も被害者結構みんな被害者でもね、ゆい長すぎて気づかないのよ当たったことに。だからみんなが痛がってて、それでえどうしたのって言うのめっちゃ面白いよねでそれでみんなあのポニーテールだよとか言って、あそうごめんとか言ってやってる面白い。オッケー、こんな感じかな。いや、なんか空いてるっぽいけど本当に量が多くて、そうそう空いてもねずっとあるみたいなゆなったんって、ひでりんさんありがとうございます。そうそうそう、そうそうそう、まさしさん髪の毛洗うの大変で、そう固めてるからね多分結構大変だと思う。ゆめみがアイシャドウ何使ってるか分かる、なんだったっけな、分か多分見ればあそれそれってなるけど今ちょっと出てこない確かに16人になったらポニーテール危ないって。確かにね、人と人との間がね狭くなっちゃうから危ないかな。ベース完成って、あまだもうちょっと、あ、そうなんだ、16人は一人一人見れないからあんまり好きじゃないって。そうなの、研究室で千葉県民は2人だけって。そうです、2人だけ、愛理さんと私。こんにちはって、こんにちはみんなはサラサラだから安全そうって。こんな感じ。来たらねパウダーしちゃう。涙袋大きいって、そうなんですよ大きいでしょう。あ、これパウダー2個使ってるけどね。シャンプーは何プッシュなの？2かな、プッシュぐらいかな。
あでも2プッシュ合計4ぐらいかな、3、4かなぐらい。そうそう、シェアハウスは3プッシュまでだよって、そんな決まりあるの。お、16人公演好きですよって。私もね、でも楽しみ、なんかどんな感じか全然わかんないから、そうそう、まだ経験したことないから楽しみ。16人公演始まったらサイリウム貴族の大変そう。確かに混ざっちゃいそうだね。ほとんどのお宅は半分知れたりそうですって。嘘せいちゃんさん、好きを作って伝えに来ました、大好きって、ありがとう、こんにちはって。みくさんこんにちは、こんな感じかな。よし、オッケー。そう、髪の毛長いとドライヤー時間かかるんだよね。そうそう、かかっちゃうよドライヤー。あ、16人公演見たことあるよってケンジさんが。気になる。あ、コンサートでいきなり始めました、今日公演するねって。ななみちゃんありがとうございます。ラッキーさんありがとうございます。可愛いミラー使ってるんで、可愛いでしょ、ジレスチャートのやつ。そうなんだし、研究室でシャンプーのプッシュも回数問題があった。そうなんだ、大変だね。シャンプーの前にしっかり、そうそうそう、湯洗いするのがいいらしい。そうなの、それしないと泡立たないからね、汚れも落ちないしね。そう、私もだから絶対ね、ちゃんとお湯で結構ね流してからシャンプーするようにしてます。そうするとね綺麗になる。ベタでハート作ってほしい、こういうこと、どういうことだろうね、湯洗いしてからやるって。そうそうそう、それがいいよ。あ、ジャージ神吉さんありがとうございます。あ、パウダーはね、さっきのはメイクキープパウダーってやつで、今はあれです、ノーセバムミネラルパウダー、イニスフリーのやつ、あれ。なんかね、こっちはすごいサラサラになるから、そう、なんかここら辺とかサラサラにしたいとこに使ってます。お同じって、やった、同じだ、お揃い。でもなんか結局全部につけちゃう。ゆなちゃん誤字したことあるって。あるいは LINE とか結構誤字する。そう、後ろの壁ってブルーだっけって。そうそう、水色なの。水色に見えないね全然。でもね、若干なんだよ、このクローゼットの ここの白、これこれこれのこの白とは色違うでしょ。そう、それはね、白と水色だからです。汗かくような公演の時メイク変えたりするって。いやでもさ、変えないかな、いつもね、ほぼ同じ。うん、水色の壁いいよ、すごい。夏も涼しいし、え、夏涼しいってことは冬寒いって感じるのかな、そんなことないか。もうサラサラになったかな。お、いい感じこんにちはって、こんにちは。ちょっとここ足りないから。お、今日テレ東見るねって、ありがとう、嬉しい。写真タイム？いつの？イベント？みかんさんありがとうございます。お、俺の壁も水色ってお揃いじゃないですか。よし、これでいいね、ミストする。これクレクラ、ん？これなんて読むんだ、
インんすてる？クラランスかな。そんな気がする。これ、これはそうクラランス合ってた。でもこれ R に I なのにラーなんだね。不思議。おお。カレー。これもおすすめしてもらった。ちょっとかかってるかわかんない。ね、かわいいよね、入れ物。これがいいってね聞いて、メイクキープリストは僕はね、これじゃないの使ってたんですけど、これにしました。化粧品は何に入れてるのってね、見ますか。超かわいいよ。え、シナモンシナモンいっぱいいるの。あら、かわいくない？こんにちはって台湾のとこです。ありがとうございます。そう、何の香り、何の香りだろう。でもいい匂いする。え、ユノのシナモン好きはガチだよ。そうだよ、本当にそうそう、それに全部入れて、そう、全部入るんですよ。ちょうどいい。で、見てください、全部シナモン。あとね、筆入れてるのもシナモン。かわいい。これとかこんな感じ。かわいい。そう、本当にシナモンかわいすぎる。ちっちゃい袋とかも全部シナモンだしね。イヤホンケースもシナモンだよ。さ、好きだから、もうちょっと集めたいんだけどね。じゃあ次、何してるっけ。次はシェーディングかな。これキャンメイクのシェーディングパウダー、これです。お、握手券取るからよろしくお願いしますって。カツリンさん、ありがとうございます。ハンギョドンも愛してあげてくださいって。でサンリオはね、本当に結構何でも好きだよ。まシナモンが一番だけどねそうそう、あんまり変わってないないそう、あんまり変わらないの。でも気持ちこれはちょっとで、もう一個のやつをちょっと上のところとかに塗る。シュウセイさん、ハートありがとうございます。あまり変わってないこんにちはって。香水はね、使ったりしてるよ。反射に気をつけてねってある。確かに。もうこれ携帯携帯とあとその後ろのやつは電気勉強用の電気それしか映ってない。え、私の机の上結構かわいいのあるよそうで、これはもうこんな感じで OK。 もうちょっと適当で、これキットで、でかいスマホケースかと思ったって。大きすぎないそうそうそう、映してみた。これはちょっと鼻に塗る。ここ
いい感じ。かなり寝遅れたって大丈夫ですよ。今日長いもん。あと鼻の下とここ声に乗せるとね、唇がぷくって見えるの。ここだよ。ミニマリストってなんだ。ほらこれぷくって見えるでしょ。これでリップ塗るといい感じになるんですよ。ちょっと消えてきちゃった。でじゃあ今のうちにこれを塗るね。これめっちゃあのね、唇がね保湿されていい感じになる。こんにちはって、こんにちは。今は何パーの仕上がり。20% ぐらいかな。そうそう。あ、ヨッシーさんありがとうございます。唇ねガサガサだよって人はこちらを買ってみてください。これなんかね見えない、反射しちゃって見えないね。おお。あと何分かかるの。でも今日すごいゆっくりやってるから1時間ぐらいかかるんじゃないかな。そうそう。あ、そう、今20分だと 3時間コース。嘘。そう、保湿するといいよこれ。本当にね、唇ガサガサだよって人使ってほしい。なんてレブロン、レブロンキスって書いてあるのやつ。これ本当になんかね、最近メイクさんが使ってくれて、ですごいその日ね唇いい感じで、あ、これ買おうと思って買いました。そうで、これをつけておい、今つけておいて、あ、落ちちゃった。よいしょ。でこれをねつけておいて、その間に進めて最後にこれを拭き取ってリップを塗るといい感じになる。こんにちはって、こんにちは。花屋敷何か塗るの。塗ると思うけどね、私何塗るかも全然わからない。 でこれ、次これ、これハイライト、これ本当にいい。このハイライトはね、その前にこのねセザンヌのこれパールグローハイライトの一番をね、一番をちょっと塗っておいて、その上にディオールのハイライトを塗ります。ここ、こんにちはって。メイク何時間ぐらいかかるのって、何時間だろう。でも1時間半とかかかるかな、かかる気がする。こんにちはって、コージーさんありがとうございます。花屋敷は18研究生だけ、あ、違くて、あのアンダー22選抜のメンバーで行きます。バーベキューさんありがとうございます。こんにちはって、山道さんこんにちは。キラキラ、なんかあんまわかんない、あ、いい感じ。でここにも塗るとさらに唇がぷっくり見える。ま、今はあんまわかんない、でもね直接見るとね結構わかる気がする。そうそう。でこれを塗って、でここにはちょっとね、ちょっとだけ塗る。何かに分かれてもらうのかな、どうなんだろう。私もね、なんかよく分かってなくて。そう、よく分かってなくて、当日なんだけど分かってなくて。そう。おお、初めより鼻口に立体感出たって。おお、じゃあ私のメイクは成功ですね。そしたらピンクのね、このディオールのハイライトをここにね塗るの。そうするとね、ピンクのキラキラがねすごい可愛いんだよね。よし。あ、シロちゃんさん、イベント参加ちゃんためキラキラ投げだけでもお願いしますって。お願いします。ありがとう、シロちゃんさん、いつも
そう、あ、こんにちは、インドネシアから来ましたって、ありがとうございます。あ、かなさん、しゅうけんさん、ありがとうございます。そうそう、こんな感じで、次はね、アイシャドウかな。アイシャドウは3個混ぜて使ってますね。まずこれ、これが一番使ってるかな、キャンメイクのプティパレットアイズ03番ってやつを使ってて、これ本当に色がすごいピンク可愛いんだよね。で、あとこれ、これなんて読むんだろう、オールマイシングスって書いてある、これ、これはね、このラメとかキラキラで、あとさ、これチークもついててすごい使いやすい。で、あとこれ、ユーピンクの02番いただいたやつですね。これを使います。そうそう、あ、こんにちはって、こんにちは、あ、ドゥーモーさん、あ、ハートありがとうございます。そう、そう、ラメと言えばいい、ユナちゃんって、ちょっと後でラメいっぱい見せるねこれを使っていきます。シナモンこんにちは、こんにちは。じゃあね、どうしようかな。あ、でもその前にね、塗るものがある。忘れてた、忘れてた。これこれ。そう、キャンメイクはプチプラだけどしっかりしてるの。本当にそう。これもね、キャンメイクだけど、これアイベース。これをね、塗るとね、化粧するの好きって。好きですよ。でもね、毎日やってるとね、飽きてきちゃうそう、これはね、ここにね塗ると、あんまりアイシャドウ使わなくても綺麗に色がねついてくれるから使ってる。下にもちょっと塗る。時々変えてみたくなるって、なんだろう、私はね、なんか持ってるもので変えるとかじゃなくて、新しいメイク道具を買って変えるとかあるけど、それ以外はあんまり変えないかな。そう、霞とか結構変えてるイメージがある。今日はブラウンにしてみた、ピンクにしてみたってよくやってる。そうそう、そうなんだって。そうなの、何歳からメイクしてるって、中学生ぐらいかな。何これって、何これ、何これ、何だろう近所のコンビニだったらすっぴんで行きますかって、え、全然行く、え、ってかむしろわざわざメイクするのかな。ユナはね、めんどくさいからしない。なんか友達とお出かけとかだったらするけど。そう、あ、きなさん、としなりさん、ありがとうございます。これ使ってく、キャンメイクのやつ、これでね、ピンクにします。こんにちは、ウッチーさん、ありがとうございます。星さん、こんにちは。ここをね、ピンク、ピンクあんまり見えないね。でもそんなに塗ってないからか。ちょっとピンクくなりました。コンビニだけども口紅、でも今はねマスクしてるからそう、私なんか普通にいつもマスクしてるからちょっと怖いじゃん、まだわかんないから。そう、いや、なんとなくマスクつけちゃうんだよね。学校とかもさ、外す時もあるけどつけちゃってるから、そのままいつもつけちゃってます。だから口紅もあんまりしないかな。お、いい感じにピンクなのでは。お、ピンク見えるねこんな感じ。いつもね、なんかね、ラメつけると薄くなっちゃうから、ちょっと濃いかなぐらいまで最初つけ塗っておいて、したら後でいい感じになりますそう、結局なんか薄くなっちゃってね、薄いって言われちゃう。
よし、いい感じ。お、ピンクいいって、嬉しい。よし、こんな感じで OK。 次は柏木さんのやつと、あとね、あともう一個にしてたオールマイシングスのやつを一緒に使います。たら次ここ、これちょっと乗せる。うん、いい感じ。イエベとブラベどっちだろうって、なんかね、前はイエベだと思ってたんですよ自分で。そしたらなんかね、小ひながそういうのさ得意じゃん。でみんなにねやってくれたんだけど、なんかもうブルベ夏っぽいねって言われたそう、でもあれって結構見る人によって変わると思うけど、そうでもね、結構今もうブルベ夏メイク結構そっち寄りのメイクしてるんだけどね、前よりも合ってる気がするから、そうそう、さすが小ひなパイセンって思ってる。わかんないけどね、多分ナチュラル寄りではあるんだよねと思う。こんにちはって、のんたんさんこんにちは結構いい感じなってきたかな。もうあんま変わってない、あんま変わってない18期でご飯とか行ってますかって、行ってます、ご飯大好き。なんかお出かけして、その後になんか一緒にそのまま、じゃあお寿司食べに行こうとか、ファミレス行こうとかやってます。そうそう、仕上がってまいりましたって。でもまだまだユナはねラメ、ちょっと一回ね止まっちゃった夢美ちゃんとあずちゃんと仲良しだよねって、そうそうっていうか、でもみんなと仲良しだけど遊びに行くのは2人が多いかな。もう来するのは小日向だし、なんだなんかなみんな結構、あ、奈良さんありがとうございます、こんにちはって、こんにちは。今いい感じにアイシャドウいい感じになってきたから、あとね何してるっけないつもで、ね、ここまで、あ、そうだ、下涙袋やる。次これ、あ、そう、ユーミンが明石家のそのおよかよかに行こうって、そう行きたいの、行きたいのよ。そう、あとリップかなって、いや全然まだあるよ、まつげも行ってないし、だから結構ね時間かかるんですよでこれスザンヌの各二重アイライナーで涙袋作る、作るっていうかちょっと線つく遊びに来たよって、にゃ太郎さんありがとうございます、うっちーさんハートありがとうございます。じゃあここにねシュッてちょっとだけ書いて、こっちもあんまり出ない、こんな感じ、ちょっとぼかして。おー、今何時ですかって、今11時17分、もう少しで18分だよはいって、はい、ありがとう、あいちゅうさんありがとうございます。で、次これからキラキラ、これこれね、こういう何かしたら気に入ってたんですよ、私も気に入り。これはね、ウォンジョンヨメタルシャワーペンシルってやつの1番なんだけどね、ピンクのね、こうやってこういうやつなんだけど、これをね涙袋にここをキラキラにする、お、いい感じ。あとねここにも塗る、オッケー。そうするとちょっとキラキラになりました。
おー、いい感じ。間違ってた、ごめん。ゆなちゃん来月誕生日ですよねって。そうです、誕生日です。なぜか今ゆいから LINE が来ました。なんかゆなちゃんって来て何かなと思ったら、今日お化け屋敷行くって来たんだけど。嘘。ねえ、なぜか今 LINE 返せないんだけど。ゆいちごめん、後で返す。あと2時間後ぐらい。ちょっと後で返すね。これは断れね。ね、ちょっと後で返信します。考えとくってよ。記録する。いやでも記録してない、あの通知で見ただけだから。そういえば開けないなと思って。一緒にお化け屋敷入れるのって、わかんない、なんでゆいって今なんだろう。怖いの苦手なんだろう。見る映画とかは全然大丈夫なんだけど、なんか脅かされるとね、どうしよう、なんか多分叫んじゃうと思う。多分ユイに被害が及ぶな、もしユイと一緒に行ったら。今日は寒いですよ。え、そうなの、じゃあ上着持ってきます。ユイちゆなちゃんのショールーム見てってね。一人で入りなって言おうって。でもかわいそう。ジェットコースター得意です。そうそう、お化け屋敷で悲鳴が響くのかな。確かにめっちゃ響くと思うよきっと。ひかさんこんにちは。そう、怖い映画も大丈夫なんですよ。いや、きなちゃんがキャーじゃなくてボーって最近決めの前だったらどうしようって。面白い。でもめっちゃキャーです、私。すっごい高いキャーだと思う。どうなんだろう、わかんないけど。そんな気がする。お、苦手なものが昨日から見つからないって。でしょう、ないよ。そうそう、あ、一人でもお化け屋敷入れるよって。そう、じゃあ入れるかな、入れる気もしてきた。ひどっ、年寄りさん、ゆなちゃん脅かしたらカウンターパンチ飛んできそうって。そんなことしないし、そんなことしないから。ボンバーさんこんにちは。あ、そうそう、こうやってね手が止まるからね、メイクが長くなる。早く終わらせよう。18期だって誰がお化け屋敷苦手だろう。え、夢見とかじゃないかな、どうなんだろう、誰が苦手かな。でも小ひなもすごい驚きそうな気がする。あ、あずちゃんでしょって。確かにあずも、あずもだなあ。あ、ゆなゆなって、ありがとうございます。のりさん、さえちゃんとか、さえ苦手かな、どうなんだろう、気になるね。困り前がさらに困りそうで。確かに。じゃあ次キラキラ。確かにあずはリアクションも面白いって。確かにね、それはそう。キラキラ塗って、ちょっと塗りすぎた、塊がついちゃった。お、山崎さんと当たったって。もう嫌だって、お化け屋敷そうって。こひちゃんは表情一つにお化け屋敷が出てきた。いや、意外とね怖がると思うけどな、そんな気がする。ゆな的に
あ、ゼロさん、だるまさんありがとうございます。ゆけんさんありがとう。こんにちは、てせやさんこんにちは、うん、あ、いい感じじゃない？結構で、次はアイシャドウしまう前に、毎朝何時に起きますかって、学校の日は6時ぐらいかな。ピンクくなった？なった、オッケー。完成したら宿題もあるって、あるかもしれないでも1時間半ぐらい残りそうな気がするけど、あと30分ぐらいあれば終わる。全然普通に。こんにちは、 XYZ さんこんにちは、ルナさんこんにちは。毎日これしてない？いやでも毎日はしてない、学校の日はね全然してないから。そうそう、で、あとはね、何してるっけ、もうあとそう、まず、あ、次ラメだね。そう、私の大好きなキラキラ、キラキラをつけていくよ。アイラインも引いてないね、そういえば全然やってなかった。こんな感じかな、よしそう、ラメラメ。ヘアセットはね、今日どうなんだろう、このままじゃないといけないとかないのかな。もう何の髪型したらいいんだろう。こんにちはって、おじいさんこんにちは。仕事の時は5時半起きって早いね。でも5時半起きの時はあるかな、なんかね課題とかあったら全然5時とか起きるね。こんにちは天使様ってあ、いつかツインテールしてねって。じゃあいつかします。小泉さんかわいいって、ありがとうございます。今日は動きやすい靴で行くのって、あのね、いつも履いてる黒いヒールがあるじゃないですか、ブーツ、あれが本当に歩きやすくって、むしろスニーカーよりそっちの方が履いてるから歩きやすいっていうね。だからもしかしたらそれで行くかもしれない。ハイテルさんありがとうございます。寝落ちしたことありますよ。なんかね、勉強してたら寝落ちしてたこともあるし、漫画読んでたら寝落ちしてた時もあるあ、この前目覚ましテレビ見たよって、ありがとうございますね。ガチャさんありがとうございます、頑張ってくださいって。秋山さんありがとうございます、前面かわいいね今日まさに寝落ちしたってそう、寝起きはいい方って確かどうなんだろう、いい時もあるし良くない時もあるけど、最近はいい方だとは思うかな。みちさんありがとうございます、みはじさんもありがとうございます、ウィンさんかわいいってありがとうございます。あ、そう、続きキラキラ、キラキラはこれ4つある。じゃあ1個目はウォン・ユ・ジョンヨのダイヤモンドライナーピンクフィーバーってね、やつラメシピシピとコラボしてるやつなんですけど、これは目の上、目の下はねこのね、リリミューのピックミーアイズグリッターってやつをね、3種類これかわいい、これを使います。じゃあまずね、これこのモンジョンヨとシピシピのやつを目の上に塗る。お、得意パンダさん宣伝ありがとうございます。今日4時55分テレビ東京出させていただきます、ぜひ見てください。もうすぐで1時間だよってね、早いね。
こんにちはって、あ、うちさんありがとうございます。こんにちは、ずうしみけんすけさんありがとうございます。ブラックコーヒーは飲めますかって、飲めるよ。菊池さとしさんありがとうございます。遊びに来てやって、リヴァイさんありがとうございます。あんまりちょっと少なかった録画して何回も見るねって、ありがとう。そう、あ、たっくんさんありがとうございます。何時までですかってね。え、なんだろう、この配信かな。配信は1時半までやります。そう、おー、キラキラ、キラキラ大事、必需品です。夜配信はないのって、夜ね配信できない、多分イベントのあとね、帰ってきたらもう結構遅い時間になっちゃう気がします。お昼は食べなくていいのって、あの朝とお昼一緒、でもこの後でもちょっと食べていくかな。そうで、次下にラメをつける、このね03、これをつけます。こんにちはって、ウクスツヌさんこんにちは。配信でドボンはしないのかなって、どうしようかな。でもこのイベントが終わったら考えようかな、ちょっと方法を考えます。レン君さんありがとうございます。こんにちはって、こんにちは。これはね、ここに塗るの、ほら、あー、キラキラ、いい感じアリスさんありがとうございます。こんにちはって、こんにちは。次こっち、あ、たかのんさんありがとうございます。お、キラキラ、いい感じ。あ、今から公園行ってきますって、行ってらっしゃいそうそう、で次ピンク、これは2番かな、2番。お、このね、ここに塗る、ちょっとだけハートありがとうございますね。キラキラ可愛いよね、本当にキラキラが一番好き。あ、すっかり忘れてた、ラメ一箇所塗るところ忘れてたよ。このね、ここにね塗るとかわいいの。オッケー、たかのんさんハートありがとうございます。最近読んでる漫画、最近読んでる漫画はそのピンクとハバネロとあのキスで起こしてっていう少女漫画、どっちもすごい面白いよこんにちはって、こんにちは。来年年明け楽しみ待ってる。おー、そうなのがゴンさんありがとうございます。でラメキラキラ、あと一個あと一個ね。あ、今から泳いでくるから配信見れない、頑張ってって。え、ピーちゃん泳ぐんですか、すごい。ピーちゃんさん頑張ってください。日高屋行ったことありますか。日高屋ってなんだろう、行ったことないです。最後にちょっとここに、いい感じです。こんにちはワンって、タイさんこんにちはワン元旦公園あるといいなってね。あ、定食屋さんなんだ、行ったことないかな、行ったことない気がする。そしたら次これまつげをあげる。上がったこれをね、ちょっと上がった
こっち。あんまり上がらない今日。オッケー、いい感じ。あー、いい感じ。抜けたりしないですかって、強くやったら抜けちゃうこともあったりするけどね、ほぼ大丈夫。優しくやれば大丈夫。オッケー、アリスさん、ペンライトありがとうございます。こんにちはって、こんにちは。そう、逆にする。そう、下は逆にしてやります。そこでハクションとかやってしまうと危ないんで、確かにそれはさすがに危ない。あ、ナマズさん、ハートありがとうございます。そしたら次、アイラインをやってから最後にまつげします。今日 YouTube の広告何流れてきて、なちゃん、あ、ちょっと書いてまして可愛かった。あ、あ、そうなの、ありがとうございます。ビューラーしてる顔は見られたくないって顔がおるけど、なちゃんは平気なんだね。え、変な顔してた。あんまり気にしてなかった。いい感じ。アイチューさん、ありがとうございます。お、だるまさん、いっぱいありがとう。こんにちはって、ポッポやしまちゃんさん、こんにちは。皇帝応援、いや、いつもいつもね、同じ、ほぼ同じだな。ほぼ同じっていうか変わらない気がするな、自分。次はね、これこれはね、エテューセのアイエディションっていうマスカラベースを塗ります。こんにちは、こんにちは、たしくんさん、こんにちは、ルティさん、こんにちは、えのりさん、ハートありがとうございます。あ、森香さん、ハートありがとうございます。中西浩二さん、こんにちは。で、そしたらこのね、これでキレイにして、ちょっと右の右があんまり上がってないからもう一回上げます。よし、いい感じかな。いい感じ。オッケー。で、最近はまつげを束にするんだけど、そう。頑張ってくださいって、ゆきさん、ありがとうございます。たらね、最後はこのメイベリンのニューヨークラッシュ、これ何て書いたんだろう、スカイハイ、メイベリンスカイハイ
あ、一番これを塗ります。そう、束感大事なんだけどね、いつもね、私はね、みんななんか私はね、手でやっちゃうんですよ、いつも指でやると一番綺麗にできる気がして、そう、いつもね指を使ってやってます。そう、私爪長いからさ、そう、それでね、すごいやりやすいんだよね。こんな感じ。あ、はじめましてって、99さん、はじめまして。そしたらまたこれやる。で、このね、パナソニックのウッドビューラーを使って頑張って。あ、あつしさん、足が卒業してしまってるんでお城探してるところです。お、ぜひ見つけてくださいそう、まつげはだいぶ印象変わります。まつげパーマ行ったことはあって、ね、あるんですけど、もう今はしてないです。初見の人結構多いってね、時間帯がいつもと違うからですかねあ、そういえばテロップするの忘れてた。よし、オッケー。メイク配信に関心がある人多いのかなって、確かに嬉しい。あ、100キラキラお届けってありがとうございます。あ、まだ完成してないよ全然。あ、で、ホットビューラーで温めたまだって思ってるよね、きっと。まだですよ、結構ね、まだまつげしてリップして終わりかな。あ、あとチークしてないね、そういえば。で、これで上げたら、ここからね、このね、こうやって、それで、ね、いい感じにタバコを作っていきます。私はね、爪でやるのが一番おすすめ。そう、ピンセットだとね、ピンセットよりね、指の方が、なんか私はね、自由が利くから、すごい指の方がやりやすいなと思って指でやってる。ピンセットでもできなくはないけど、そう、私はね、指の方が好きだな。ピンセットだとね、ピンセットの方にくっついちゃうから、全然ね、束になってくれないんだよね。よし、いい感じになってきた。よし、いい感じ。宮地さん、よっさんさん、ありがとうございます。え、見て、綺麗でしょ。こっちやった、こっちやってないよで、次はこっちもやっていく。これは片方ずつやらないとね、マスカラ固まっちゃうから、片方ずつやります。なんかメイク道具は結構なんかメイクさんが使ってて、なんかそれいいんですかみたいなの聞いて真似したりしてます。なんかアイ…ん?違うな、これね、マスカラとかは、このね、メイベリンのスカイハイのマスカラは、あの、メイクさんが使ってて、で、なんかいいんですかって聞いて、それでね、買ってみました。すごいいいです。そうそう、あ、それこそね、このメイベリンのマスカラは、あの、アンダー22選抜の時のにメイクしてくださった方が使ってて、そう、いいよって言ってておすすめしてもらいました。で、真似して買いました。
で次こっちもね指で束感作っていく。これになっちゃうね、これあ、どう？いい感じじゃない？ちょっと待ってね。おお、いい感じ。あ、これ何、なんていうの、牽制ときこさんハートありがとうございます。しょうさんこんにちは、もっくんさんこんにちは。そう、これで、あ、ちょっともう一回温めて、で下はこれを使う。これすごい細くていいんだけど、デジャブのマスカラアップ、マスカラ E1 みたいな、この紫のやつ。あ、千本桜さんありがとうございます。そう、あ、もっくんさんありがとうございます。これでね、これを下にこうやって塗っていく。こっちはね、あんまり 薄めに。いける。おーちゃんさんハートありがとうございます。そう、下はね、なんかあの多分メイベリンとか使っちゃうと下にここにねマスカラがついちゃうんだけど、このねデジャブのやつはねつかないんですよ。これをねこうしてこんな感じ。いい感じじゃない？あとちょっと、これ最後にちょっと上げる。オッケー。そう、結構時間かかるけど、時間かけた方が綺麗に絶対できるから、私は時間をかけてゆっくりやるのが好き。最後チーク、これはキャンメイクのグローフルチークス、合ってるかな、ちょっと消えかかってて読めない。これをここにね塗る。いい感じ。こんにちはって、こんにちは。そしたら最後リップ、リップは、あ、その前にさっきのやつを一回落とします。この最初に塗ったやつを一回落とします。アイドルになってから今の化粧品そういうのになって、そう、今のそうだね、全然違うの使ってたし、これじゃなかったからほぼ揃えたそうなんですよ。それでリップは、ではまずこれユーピンクの2番ピーチ、これを使います。これを塗る。これはね、本当に保湿もされて、そう、なんかね、私の妹がこれなんか合わないのだと荒れちゃったりするんだけど、リップでも荒れないって言ってたから、買ってこれ私も欲しいって言っててだからそう、今日買ってね、これ買ってきてくんないって言われたんだけど、そう
けたらねっていう話をしてた朝そう、本当にこれはいいのでぜひ皆さん興味がある方はこのユーピンクの2番のピーチおすすめで、これをね、お、いい感じ塗ってちょっとぼかしてで、この上にね、これも落ちないっちゃ落ちないんだけどやっぱティントがね、一番落ちないと思うからこれ私がよく使うのはあとね、最近これをね、いろんなのこのハートパーセントドットオンムード PG ティントって書いてあるんだけどねこれを最近買って、これピンクのティントなんだけどで、次はこのねロム&のジューシーラスティングティントの6番フィグフィグかなこれと、あとね、このねこのアイシャドウでも使ってたんですけどこのオールマイシングスのこのリップも使ってこれをね、なんか気分で使っています。今日は これを使おうかな。今日これ使う。これね、ちょっと内側に塗ってで、ね、やってで、これ赤塗るかな。もうちょっとだけ塗ります。今日はこれは今は使わない。これはほんのちょっとやってで、最後にあ、コスモさんハートありがとうございます。アイキューさんもハートありがとうございます。最後これディオールのマキシマイザー、これは001番のピンク、これはね使う。これはあの何だったっけ、あのね、あの時の撮影で使ったドゥーザダンスの時のあの MV を撮る時にあのメイクさんが使ってくださって、それでね、あのすごい、あのちょうど石像、石骨像のところやってるシーンで使っていただいたんですけど、なんかびっくりするぐらいプレプレになって、でなんかあ、かわいいと思ってその後金ね買いに行って、そう真似しました。これをね、この真ん中とここら辺、この上のとこに使うとぐるってして見えて可愛いです。はい、できた。こんな感じどうみっちゃんさん、よしふみさん、ありがとうございます。できました、完成。どう？ディオールはファンデやステージもいいって聞く。そう、すごいね。そう、ファンデも試したんですけど、あのね、私はそうステージじゃないですか。そう、劇場とかも同じの使うから、そうするとね、これがなんだろうね、普段だとディオールすごい伸びが良くていいんだけど、あのね、なんだろう、パール感があるから、そう、劇場はライトが当たるのであんまりね、そのキラキラしちゃうと、そう、良くないよってのがあって、なので私はこれを使ってる。でも伸びが良くてディオール本当にいいです。だから普段使いとかはすごいいいと思う。おー、クマタワー、あ、カブさんありがとうございます。え、カンカンさんもありがとうございます。めっちゃ可愛いタワーありがとう、ありがとうございますカンカンさん、XYZ さん、ありがとうございます。宮地さんもありがとうございます。ステージメイクはあとね、色が飛んじゃうのでちょっと濃いめなんですけど、もう私はあんまり変えないかな。ちょっとピンクを濃いめにしますって感じ。ありがとう、マサボーさんもありがとうございます。こんな感じどう？結構変わったかな？こんにちはって、こんにちは、のりさん、こんにちは。え、
今日のランチはハンバーグだって。いいね、めっちゃいいじゃん。ドボンから戻ったらキラキラしてるって。そう、かわいいでしょう。かわいいって、かいちゃんありがとう。ともみさんもありがとうございます。これで終わりです。初めてやったけどどうでした？あ、けんちゃん、くまたわありがとう、ありがとうございます。かわいいって、みんなありがとう。よし、こんな感じでメイクは終わりました。早着替え慣れたって。え、全然慣れない。なんかたまにさ、チャックになんか衣装のさ布が引っかかっちゃったりしてさ、いつもなんかあーってやってる。そうそう、こんにちはって。みんな、ミスナーさんこんにちは、トワルさんこんにちは、みっちゃん、うん、ありがとうございます。かわいいってやつありがとう。聞いて聞いて、外暑いって。暑いの？花屋敷イベント行きたかったって。なんか何？もう何来るか分かんないよね。あ、これ服。あ、ちょっと椅子が。あ、惜しかった。よいしょ。これです。水来ました。多分さっき頼んでくれたからかな。さっき頼んでくれてたよね、水。いただきます。かわいいって、ありがとう。椅子までかわいいって。椅子ね、ハートついてるんだ、これ。地味に見えた？見えました？髪が外羽のように見えるって。嘘、本当に？まっすぐだった。見えた？嘘、ハート見えた？あ、ちかこさんありがとうございます。そう、今日は私服なんですよ。これだったらね、すごいいいかなと思って、今はこれにしてます。あやかんさんありがとうございます。スリッパ履かないのって。履いてないね、スリッパ。そう、見えた。ハートはさすがにピンクだったって。お、よかった、見えるんだ。これさ、どこまで見えてるんだろう、気になる。外羽似合いそう。本当に今度やってみよう。雑誌とかでお洋服のセンス磨いたのって。でもね、あの中学生の時とか、でも小学生の高学年の時もなんか雑誌買って、なんか、あ、こういうブランドがいいんだとか、あ、ここかわいいとかやってましたね。うん。タコさんありがとうございます。お、お昼食べてきますって。いってらっしゃい。たくさんありがとうございます。ショートカットにしたことはないんですよ。お昼我慢するって。食べてください。
食べて食べて。あ、朝ごはん食べてきましたって。え、嘘、もう昼だよ、食べてなかったの今日夜配信できないんですよ。そうだから今日はお昼に3時間配信してます。ボブも似合いそう。本当？見えちゃってるか。そう、みんな髪長いんですよ。あ、さんぽさんありがとうございます。お、三角チョコパイ食べてる、いいね、いいね。あ、しろちゃんさん本当にありがとう。キラキラだけでもお願いします、ありがとうございます。そう、今日は夜ね、そうイベントがあるので、そうできないんですよ。そうそう、今日ちょっと前髪面白いけど、あ、いいやバスケしてた時もずっとロングでした。短くてもこれぐらい、縛れたかな。そう、いつもここを編み込みしてずっとポニーテールしてました。17、18って。17歳です。もう少しで18歳です。もう少しっていうか、でも1ヶ月以上あるけどねそう、あさとシックスさんハートありがとうございます。そう、花屋敷ですよ、楽しみです。本当に初めてだから。迫ってきましたダンクシュートできるのって、できるわけないじゃないですか。椅子があったらできるかもそうそう、花屋敷もちろん外れました、わらってそう、こんにちは、うんりゅうさんこんにちは。18歳になったらお酒飲むのかなって。お酒ってだって20歳だよ。レイアップはできるって。レイアップできなかったらバスケできません基本だからね、レイアップは。あ、みっちゃんさんオンライン話し会の時誕生日おめでとう言うねって、ありがとう、楽しみにしてます。スリーポイントはできるよ。スリーポイントが仕事だったからね、結構。ミドルシュートも仕事だったけど。うん、来年修学旅行、いや修学旅来年来年来年はもうなんだろう今年は高3だけど、あ、そういうこと、1月2月3月にってことかなそうそう、去年行きました。去年京都と大阪と、あとね、なんだろう、どこ行ったっけ、今日とりあえず関西に初めて行ったんですけど、それで浴衣じゃない、着物を着てレンタルして、なんかね、水色のレース着物があるんですけど、なんかフリフリで可愛いのを着て、お友達と一緒に写真撮って神社回って、そう行きました。いや、大阪はねユニバじゃないんですよ。ユニバじゃなくて普通に観光しました。でたこ焼き食べました、美味しかった。あとグリコの前でね、みんなでグリコポーズして写真撮りましたなんだろう、初めてバスケの試合行くんだけど、どこを注目して、でも注目なんだろう、私はね、なんかこの人からなんだろう、アシスト、最後のシュートする前のパスとか、すごいなんかね上手な選手がいるから、そうするとすごいなんか、あーすごい、そんなパスができるんだみたいな感じで見たりしてます。確かに、つい自分のポジションの人見ちゃうって。確かにバスケ以外の競技もできるのって。でなんか平均的に別にできないのはあんまないかな。バスケしてると本当に結構ね、なんでもいい感じにできるようになるんですよ。そうそう、あ、その時京都行ったって、行きましたよ。かん、そうそう、あ、そう、道頓堀に行きました。そう、大阪は道頓堀、京都は、でもね、何だっけ、抹茶のジェラートを食べてたりとかしましたね
大阪のたこ焼きと高一の何これ、防災なんて読むの美味しいよって、プーさん、だるまさん、ありがとうございます。蓬莱だって、ライスさん、ありがとうございます。蓬莱ってなんだ、食べたことないからわかんない。こんにちはって、だるさん、こんにちは。しるちゃんさん、ありがとうございます。だるまさん、いっぱいありがとう。お疲れ様です。スリーポイントどれくらいの確率で入りますか。なんだろう、練習してた時は普通に結構入ってたけど、でももう高1までだったから、そう、最近はやってないからなって感じそうそう、あ、豚まんのお店なんだ。そうなんだ、気になる。豚まん美味しそう、今食べたいトピさん、ありがとうございます。ナウチンさん、ありがとうございます。こんにちは、チーさん、こんにちは。お、ゆいちの配信始まったけどすっぴんで超眠そうって、嘘、寝てたんじゃない。え、でもさっき LINE 来たけど二度寝したのかな大丈夫かな。あ、ボンボンさん、だるまさん、ありがとうございます。タカさん、ありがとうございます。こんにちは、この子猫の子、この子猫の子さんこんにちは。修学旅行のお土産は何買ったか覚えてる。何買ったかな、でも結構買った。そう、あ、サトシックさん、ハートありがとうございます。こんにちは、14さん、フォーティーンさん、こんにちは。こんにちは、遠藤さん、こんにちは。唯一の寝起き感あったって。みたいな。ね、リクルおじさんのチーズケーキ食べたことあるって。チーズケーキ食べたことないんですよ。でもなんか前に、劇場の時になんか、リクルおじさんの、なんだかな、なんかのお菓子をいただいて、そう、すごい、美味しかった。お土産で双子って、で、選ぶものかぶったりする。いや、かぶらないように連絡して何買うとかやってましたゆいちの配信見たいな、めっちゃ眠そうだったって。気になる、それ、そんなに眠そうだったのアイチェルさん、ありがとうございます。ともひろさんも、ありがとうございます。ありがとうございます。お、ゆいちもメイク配信やるらしいです。本当に？そうなんだ。チーズケーキ一人で食べようとしてギブしてツイート流れてきたね。タイミング良すぎるじゃん。遊びに来たよってハマーさん、ありがとうございます。みーちゃん、サウッチーさん、ありがとうございます。リーチさん、ありがとうございます。あ、今日からりなちゃん髪押しって、ありがとう、けんじさん。あ、はーなさん、ありがとうございます。としきさん、ありがとうございます。うんりゅうさんも、ありがとうございます。お、ゆいち寝起きでも早速グミ食べてるって、かわいいグミね、今日ないな、一回かな。目が開いてない。え、そんな寝起き、もう気になりすぎるんだけどシャイニングフィンガーさん、ハートありがとうございます。見たい、こんなってこと。そんな感じって嘘、こんな、おはようございますって言ってるの、かわいい、めっちゃ見たいねえ、ゆいち赤ちゃんじゃんね。似てるって嘘、こんなに、こんなに開いてない
いことある？よくやろうと思ったね、ショールーム似てるって、嘘。ちょっと後で見てみようかな。かわいい。ね。こんにちはってロデムさん、こんにちは。ヨシさん遊びに来たよってありがとうございます。ケットシーさん、お花ありがとうございます。ミナジさんもありがとうございます。クローバーさんもありがとうございます。あ、ロールケーキ屋さんこんにちはって。こんにちは、美味しそう。こんにちはって、ふかさんこんにちは、ななみちゃんこんにちは、レインボーさんこんにちは。お、メイクもシックも仕上がって最高だって。そう、終わった、いい感じでしょ。今日はこれでいきます。こんにちは、ケンさん、ケンジさんこんにちは、イレナさんこんにちは、そのっちさんこんにちは。今日は普通に今だけでいいかな。面白い本当に。なんか急にガラガラしてきちゃった。声が寝起きの声してたって気になるな本当に。こんにちはって、名古屋の山っぴさんこんにちは、オレンジさんこんにちは、こんにちはってこんにちはって、ナナミちゃんハートありがとうございます。オンラインでナちゃんのアクスター完売してたって、えー、ありがとう、ありがとうございます。こんにちは、元気ですかって、 KYC さん元気です。みっちゃんありがとうございます。さくらもちさん、お腹空かないのって、そうでもね、配信の前にね食べたから。ゆいちゃん、あの感じだと5時配信とか絶対無理だと思ったって。確かに、だって今もう12時。12時だよゆいちゃん。のっちさんありがとうございます。の大丈夫って、大丈夫。アレさんありがとうございます。マックレディさんありがとうございます。あ、午後はイナちゃんルーム作ろうかなって、ボンバーさん楽しみにしてます。あ、夕方テレビ見るねって、ありがとう。ゆいちん身長抜かれて悔しいって、え、でもね、抜かれると思ってたからもうしょうがないなって感じ。でもゆいちゃんはね、気になる、むしろどれぐらいまでいくか。そんな気がする。こんにちは、かずやさんこんにちは、あきたかさんハートありがとうございます。ね、寝る子は育つよね。そうそう、よく寝てるからゆいちゃんまだ育つよ。あ、12時12分、なんかよくさ時計見ると12時12分の時あって、ちょっと嬉しくなる。こしちゃんはまだ就寝中、うっそ、寝てる、まだ。あー、でも寝てるかも、寝てそうだった、朝 LINE したけどね見てくれなかった。昨日の夜ね、なんか洋服何にするって LINE 来て、夜夜中に。マサさんハートありがとうございます。誕生日おめでとう、違う。あ、ありがとう。あ、紅茶、紅茶。あ、ブルーさんハートありがとうございます。お、歌声好きって、ありがとう。歌う？今日まだ全然時間あるから何でもできちゃう。スキッパーさんこんにちは、みっちゃんさんありがとうございます。コーヒー6時に起きて2時に、え、違う、6時に寝て2時に起きるから何してんの本当に。何してんだろうね。でもなんか夜、なんだろう、私もなんかさ、テスト勉強するときとかは本当に本当にすごいときはオールしたりしてたけど、そう、極
今日もね、起こしてみる寝かしてあげるかでも本当にね、やばい時はあの起こしてってくるから、今日は大丈夫なはず。ありがとうございます。サトシクさん、スワヒロさん、ありがとうございます。誕生日ケーキをまとめて1個、そう、一緒に名前のところは私の名前と妹の名前が書いてある。でそれをいつもその名前のところで判明して、ユナって書いてある方をもらって、妹は妹の名前が書いてある方を、そう、アカペラでジュアルデイズの歌い出しお願いしますね、ゆなちゃんは夜の9時には寝てるイメージ。いや、夜の9時にはさすがに寝てないな、全然。12時とか1時とか2時とかそれぐらいかな。しほさん、ありがとうございます。4姉妹って、いや兄弟っていうの、弟がいるので、そう、姉妹じゃないかな。そうそう、誕生日ケーキとクリスマスケーキは一緒じゃないです。ちゃんと12日はその私たちの誕生日ケーキで、で24日後はクリスマスケーキあります。そう、ジェットさんもハートありがとうございます。妹は AKB 誰推しなのって、え、妹も本田さんだと思う。すごいね、あのね、サインもらったんだって自慢したらね、いいなって言ってたそう、ハートありがとうございます。そう、12月は盛りだくさん。そうだからね、冬は大好き。そう、12月はケーキ2回も食べれるの。クリスマスってキリスト生誕を祝う行事だって知ってたって、え、知ってたよ、だってやったもん学校でそうだな。ってなると、いなちゃんは長女って。そうだよ、長女だよね。クリスマス楽しみ、今年はね、あのね、握手会があるから楽しみです。そうそう、誕生日あってクリスマスあってお正月ってすごい。そうなの、本当にすごい。おせちも大好き。イルミネーションとかどうって、クリスマスイルミネーション行きますよ。東京タワーとか行って行ったりとかしてました。あ、ね、会えますよ、24日かな。まあね、サンタです。サンタかな、クリスマスのコスプレします。会えますだからあ、楽しみですって、ありがとう。ゴロさんチラってみっちゃんさん、ハートありがとうございます。代々木公園もいる、綺麗だよって。代々木公園最近1回だけ行ったんですよ、初めてこんにちはって、高尾くんさん、こんにちはね。ドイツ村のイルミネーション綺麗だよね、行ったことあります、私も行きました。伊達巻とグリキントン好きってね、と錦卵も美味しい。そうそう、あ、23と24のどちらかで会いたいから、再販いつかなって、ぜひぜひ来てください。お、じゃあ僕もサンタで行きますって、お、楽しみにしてますそうそう、こんにちはって、こうさん、こんにちは。お、札幌のホワイトイルミネーションも綺麗、めっちゃ綺麗そう、行きたいそうそう、こんにちはって、こんにちは、服かわいいって、ありがとう。そう、12日は火曜日です。去年1日イルミネーション3カ所行ったから今年も、おお、いいね、すごいいい、頑張ってくださいって、ありがとうございます。さとぴょんさん、はっしーさん、8日キャンマッチって、ね、は
入れるといいですね。お、横浜近いからみなとみらいのイルミネーション行く。いいね、イルミネーション行ってみたいね。すごい行ってみたいって、いろんなとこ行きたい。イルミネーション好きなんですよ。お、ゆなちゃんグッズ明日注文して買おうよって、ありがとう、ありがとうございます。あ、ゆきぺんさんハートありがとうございます。かずやさんもありがとうございます。一発ルームでお祝いあるかなって、あるかな、でも私出るかな、出ない気がする、なんとなくだけど。こんにちはって、しゅうかさんこんにちは、黒船さんこんにちは。あ、こっそり応援して待ってまして、すーくんさんありがとうございます。秋原さん、初見さんハートありがとうございます。ゆなちゃんのアクスタが欲しいって。ありがとう。あ、なおみさんありがとうございます。なつゆきさんこんにちは。さとしくさん、僕は堂々と応援しますからね、てんてんてんって、私は知っています。前なんかそう、ポロポロとコメントに、あ、その名前を出さないでくださいとか書いてた。スターラッシュさんハートありがとうございます。こんにちはって、こんにちは、みっちゃんさんありがとうございます。ハートありがとう。ハンズさんこんにちは。平田さんは話しやすい、話しやすいで すごい優しい。来年ジョージ研究生公演当選したらグッズ持っていくから覚えてねって。えー、ケンジさんありがとう。面白い。こんにちはテスタさんこんにちは。あ、いや、エゴサじゃなくてね、サトシックさん前にここのコメント欄に書いてた自分で。あ、しゅうかさん、えなちゃんとなかなか子供会えませんって。ねえ、会いたい。でもこの後そう、私さ行くじゃん、その間とかドボンしようかなって思ってるから、ぜひ。お尻に誰を押してるか言えって言われているので怖いものはないです。え、でも言わないかな別に。こんにちはってゆうすけさんこんにちは。お、サトシックさんうまいねそれ。全然いいよ。でも、あ、ショールも私さすがと申します、ありがとう。じゃあ一緒にできるかも。あ、前髪いい感じって、え、いい感じかな、ちょっと適当に言いすぎちゃったから、ちょっと後で直そうかなって思ってます。でもなんかこっち薄くない？気のせいかな、ま、気にしない。リーチさん、ヨシキさん、ポムさんありがとうございます。あ、ありがとう。リーチさんいっぱいありがとう。ポムさんこんにちはって、こんにちは。ドボン何時からするの？えー、じゃあどうしようかな、終わって1時半までだから、どうしようかな、でも終わったらすぐやろうかな。すぐします。じゃあ、あ、こんにちはってさとしさんこんにちは。あ、リーチさん本当にいっぱいありがとう。こんにちは、キムキムさんこんにちは。そしのりさんハートありがとうございます。嬉しい、今日もみなちゃん可愛いってありがとう。 OK ってありがとう。配信の後ドボンします、ぜひ一緒にやってください。こんにちはって、こんにちは。お、終わったらすぐドボン開くって、なつきさんありがとう。うん、花屋敷が始まる前までやろうかなって思います。でも終わったらとりあえずすぐやって、で準備とかして、でまた多分ちょくちょく多分ずっとやってます。こんにちはこんにちは。あ、ドボン了解です、ありがとう。
わ、すごいキラキラ、みんなありがとう。ココリコさん、だるまさん、ありがとうございます。こんにちは、ホワイトオーシーさん、こんにちは。ランチューさん、今日も可愛いねって、ありがとう。マサさん、クマさん、ありがとうございます。 X でやるよみたいなこと教えてって。確かに、でもなんだろう、ずっとやってるからな。なんか多分今日はこれが終わってから5時くらいまでかな、まあやろうかなって思ってます。こんにちは、ひなのなのさん、こんにちは。お、さっきハート使ってもうたアイテム使うしかって、ぜひ使ってください。たくさんハートありがとうございます。お、銀次郎さん頑張ってください。実験さん、ありがとうございます。宮地さん、ハートありがとうございます。こんにちはって松雪さん、こんにちは。みっちゃさん、ありがとうございます。ドボン、午後5時までやるの、今日はじゃあ5時までやりますセラって直人さん、ありがとう。メイク配信中、ハイチュウ食べて休憩しますって。嘘、メイクしてるじゃんと、ゆういちしほさん、ありがとうございます。アッキーさん、こんにちは。あのオクラ可愛いですね。これかな。で、当たるといいな。その時よろしくねって。みおラブさん、こちらこそよろしくお願いします。お、けんちゃん、ただいま外暑かったって。帰りなさい。可愛いです。タトントンさん、シックさん、ありがとうございます。みみよしの人さん、だるまさん、ありがとうございます。嬉しい。いっぱいありがとう。ありがとうございます。初めて見に来て途中から見ている自分でもありまして、ありがとうございます。お、たけしさん、いな調子になって幸せですって。ありがとう、ありがとうございます。たかなさん、ハートありがとうございます。ゆいち、麦の香りするってちょっとしょ、何それ、麦の香り、何それ。あ、マルシさん、昨日対戦ありがとうって。こちらこそありがとうございます。今の季節ってまだ夏ですかって。え、11月ってさ、もうほぼ冬じゃない、秋冬だけどこんにちは、ハーブトゥセーブスイさん、こんにちは。のりゆきさん、ハートありがとうございます。お、しほさん、ドボン了解ですって。ありがとう、お勉強の合間に、ありがとう。お、あとちょうど1時間ぐらいですね。早いね、今日も3時間だけど。あ、ミースナさん、おし、ありがとうございます。タイムアウト言いながらバスケ見に出かけるって。お、いってらっしゃい。りょうさん、ありがとうございます。ルナナキさんのサザエと一番話す、一番はないかな。結構もういろんな方とお話しさせていただいてます。公演の時とかは本当になんか、一緒に、昨日とかはいろんなお話できてすごい楽しかった。昨日だっけ、一昨日か、一昨日ですねそう、ユナもね、移動中ドボンします。そうそう、ビンゴの手の振りはどういう法則があるの。ビンゴビンゴが一番で、二番はビンゴビンゴです。そう、3日間違えちゃった、つっくん。3連休です、ラスト、ラスト。お、ドボン全然できてないからハートがものすごく溜まっていますって。え、一緒にぜひやりましょう。
あ、炊き込みご飯できたんで、ご飯美味しそう。炊き込みご飯大好き私も。嬉しい。マサイさんもユナちゃんとカスミンと話して楽しかったって。嬉しい。チラッ、市中飲食試食中さん。ありがとうございます。こんにちは、クイちゃん、台湾さん、こんにちは。ドボン起動したいなちゃんのボイスが電車内に。ちゃんと小さい一音量なしでやってください。恥ずかしいから。エイチからドッキリ届く、何それ、何ですかドッキリ届くって。怖っ、何。こんにちは、スライムさん、こんにちは。あ、ご飯食べるの忘れてたって、ヤマさん。ゆいちょ、お茶飲んでたみたいだけどスープの味がする。え、どういうこと。って言って18期みんな喜ぶって、どういうこと、謎すぎる。ゆいちが謎すぎる、なんでだ。こんにちは、あっこさん、こんにちは。あ、しゅげんさん、おみそさん、こんにちは。ちゅさん、ありがとうございます。うちーさん、ありがとうございます。ね、定期的にゆうち情報をくれる。暑いね、ちょっとここ。ゆなちゃん見てたら一息乗り過ごした。早く戻って。みけさん、こんにちは、こんにちは。めっちゃいいね、ちょっと明るくて。ね、たまにやっちゃうよね。私なんか寝てたら乗ったところからまた終点まで行って、終点からまた乗ったところまで戻ってたことあります。でもその日はね、あの帰ってる時だったんですけど、まだね夕方ぐらいだったから、そう大丈夫だったけど。そうずっと寝てた。え、寝る子は育つよってね。そう、ビンゴはカスミンと隣になると、ビンゴとキスマンはカスミンの隣です。こんにちは、で島風さん、こんにちは。ゆいち、こひちゃんが教わったメイク実践中だけどうまくいかずって、何がうまくいかなかったんだろう、気になる。アドバイスしてあげようよ。そうね、過ごすことあるんですよね。電車そうか、入らなくてよかったね。確かに、ちょくちょく乗り過ごすって。あ、リリーさん来ましたって、すぐ消えました。あ、またありがとう。あ、リーチさん、ありがとうございます。そう、電車さ揺れるからさ、すごい眠くなる。さすがにガタ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 揺れてたら眠くなるんだけど、いい感じの揺れだからさ眠くなっちゃうよね。そうそうそう、このあとね浅草でイベントあります。あ、あっこさん、ありがとうございます。過ごしたらだった。どこでも寝れるタイプですかって。寝れるところは寝れる、眠かったら本当に寝れるけど、でもなんかホテルとかはって感じ。そうそうね、新幹線だと乗り過ごしたら隣の県行っちゃうって、確かにきついね、それは。ゆいち 80% 眠いそうですって。もうそれ寝た方が良くない、ちょっと寝た方がいいんじゃないって言ってあげて。うん、車も寝れる全然。あ、私も逆方向乗っちゃった時あります。でなんか知らない駅だなと思って急いで戻りました。
メイク配信してるけど雑で大丈夫かなって。嘘、イベントなのに雑なの。あ、私方向音痴じゃないです、別に。ほう、なんだろう、でもね一回間違えちゃった。すごいなんかね、あのなんだろう、書いてある書き方がすごいよくわからない書き方をしてて、そう間違えました一回。確かにお昼なんで 80% 眠い。何時に寝たのか、それかもう普通に起きてお昼寝したい時間になっちゃったってことかな。どうしたら方向音痴が治りますかって。地図見るとか。私でも地図、いつも地図分かんないところは地図見る。小日向から LINE 来ました。面白いね。今来た、めっちゃ面白い。寝てたって。今起きたらしいです。あの子は、あの子は今起きました。12時35分に。うちさんありがとうございます。かんさんこんにちは。ね、今起きたよ。小日向は今から準備します。でも絶対間に合う。私遠いからあれだけど。こいちゃんにして早起きだって。面白いね。あ、電車乗り換えアプリ入れてる。入れてる。乗り換えアプリないと私行けない、そこに。そう、東京のねさ、あの電車さ、ちょっと種類多すぎて分かんないんだよね、いつも。ね、いつも遅いのよって。絶対朝配信できないタイプだね。クリスチャン台湾さんありがとうございます。こんにちは。だるまインコさんこんにちは。カンさんありがとうございます。ね、確かに乗り換えアプリなかった時代どうやって乗り換えたんだろう。アップルウォッチ持ってないです。あ、ハートありがとうございます。はじめまして。大野拓文さんまたはじめましてって言ってる。ゆなちゃんのメイク配信見たいって。みーちゃんさん、さっきしてたよ。今日はしてました、メイク配信。ひろさんかわいいってありがとうございます。ゆいちはいるか。そうなんだ。あ、今週初めましてってこと。確かにそれは初めましてだ。あ、駅員さんに聞いて頑張ってたって。大変だね。でもそれだと時間かかっちゃうね。駅員さんも忙しい。あ、ここからここまでとかやって、駅員さん大変だね。よしきさんハートありがとうございます。そう、小日向ワールドおはよう世界、本当にねびっくりした。最初見た時、最初ツイッターにおはよう世界ってやった時笑っちゃったもん。びっくりしちゃって、初めて見たおはよう世界って言ってる人って思って。その後すぐ小日向におはよう世界って何っていうのにわらわらみたいな感じで送りました。面白いもん。むしろ聞きたくなっちゃったもん、おはよう世界。のりたまさんありがとうございます。メイク参考にしてる先輩とかいますかって。でも YouTube でメイクのやつを上げてるのは見ました。柏木さんとか千葉さんとか、そう見ました。藤原俊介さん、好きじゃない、ここなんて読む、合ってるかな。くまさんありがとうございます。こんにちはって。じゅんいっちさんこんにちは。
その後遅いお世界になったって、面白すぎるんだけど。あ、ボンバーさんありがとうございます。ただいまって、あ、しるちゃんさんおかえりなさい。ご飯美味しかった？もうお昼過ぎにおはよう世界って流れて、もうおはようじゃないのよ。こんにちはね。ね、声きたって、うっそ、きた、おはよう。ウケる、おはよう世界って言ってる、おもろいんだけど。こひちゃん来たーって。面白い、これ本物のこひさんってって言ってるよ。本物ですか？こひさん本物ですか？あ、高文さんありがとうございます。お、遅よコヒちゃんって、面白いね。あ、なんか入った瞬間自分の話なの。察知したんで。そうだよ、ちょっとさ、あのコヒナのさが LINE くれたと思うんだけどさ、それがさ、ちょうど今の今上の通知にあの寝てたびっくりマークってさ来たから、それでその話をしてたらこの話になった、おはよう世界の話になった。そんなこと言うの日本で君しかおらんからなって。面白い、こんばんはって、ポンサーさんこんばんは。あ、こんにちは戻りましたって、ふじきょんさんありがとうございます。噂をすればってやつだってね。お疲れ様ですって、こひなことこそお疲れ様です。眠いまだ眠い。今日起きるの早いじゃんってね。あ、藤京さんハートありがとうございます。ガチで今起きましたって。え、寝起きですか？準備してください、早く。こひなさん早く準備してください。面白い。あ、ハイカラさんプリティキュンですって、ありがとうございます。面白い、みんな何してるのって言ってる。あ、マサさん、マサさんありがとうございます。クマさんコメント欄に馴染んでるのおもろいってね、面白いね。確かにコヒちゃん二度寝の危険ありって、気をつけて。暑いって、あ、決まった、服まだ見てるかな。したらシャレにならんってね。あ、モノモノさんハートありがとうございます。あ、ホームページありがとう、作ってくれて、日記もありがとうございます、ちゃんと見ました。ありがとう。あ、決まってないって、ちょっとね、え、じゃあすぐこひなにね、これどう、結構これさ長いスカートなんだけど、これ結構良くない？どう？コヒナ、これいけそう？あ、結構ギリギリの世界で来てるって、大丈夫？大丈夫そう？これ、これはどう？いい？ちょっと後で LINE するね。いいと思いますって、みんないいって、あ、いいって。これいい感じだよね。じゃあこれにしようかな、もう決定かな、いけるって。そう、小日向とね洋服の話をしてたんですよ。あ、カンカンさんめっちゃ可愛いたわ、ありがとうございます。そうそう、これいい感じでしょ。いいってよかった、みんないいって言ってくれて嬉しい。ゆなはヘッドホン派じゃなくてね、イヤホン派です。めっちゃ可愛いタワータワーって、これ可愛いだよね。あ、けんちゃんさんありがとうございます。さんって言っちゃった。ものものさんありがとうございます、お疲れ様でした、ありがとう。
面白いね本当に。目が開かないって多分さっきと同じ、ゆさっきのゆいちと同じ感じなってことかな。起きて、起きてください小日向さん。こんにちは、ガトーショコラさん、こんにちは。お、ハロー、マイフリーインドネインドネイジアってありがとうございます、頑張ってくださいって、ありがとうございます。確かにゆいちごひちゃん今日のイベントであくびしてそう。あくびしてたりなんか前パシンってやってあげようか起きるかな。でも18期は夜型への、確かにみんな夜型かも。ゆいちに負けてるよって、お、ゆいちもう目が開いてきたかな。たくさんありがとうございます。確かに犬は明るくなってから寝るといい。ちょっとお片付け。膝かくのって確かにやってみるか。目が半分しか開いてんか、まだまだまだ半分しか開いてないの。え、あ、たしさんありがとうございます。あつよしさんハートありがとうございます。あくびの発音、あくびじゃないの、これ以外の発音知らないよなあくびじゃないんだ。アリスさんありがとうございます、いっぱいありがとう。母さんありがとうございますこんにちはって、マットさんこんにちは。そうだよってみんな、わからないな。よしきさんありがとうございます。早起きのコツは、なんだろう、起こしてもらってるからわかんないな。あくび、あくび、何それ、わかんない、難しいな。あくびだよ。あ、昨日5時半に寝たって、うっそ、ちょっと遅すぎでしょ。12時ぐらいに寝るようにしないと体に悪いですよそれ今日なんよって、確かにね、朝だね、わー何してるの、確かに本当にそれな、何してるの、確かに昨日の夜じゃなくて今日の朝寝てるからねめっちゃ面白い、北海道が時差があるので、え、5時間ぐらい時差あるそういうことか、シェアハウス行くとそうなるんだわっていうそうなの。あ、しろってさんちらってありがとうございます。すでに生活がドラキュラだって。あ、でうなちゃん名前呼んでくださいって、ナノのおじさんさんありがとうございます、いつもありがとう。こんにちはって、こんにちは。あ、そんなの、水島さんがそんな感じ、じゃあもう一緒になっちゃってるねあ、嬉しいって感激してるって、ほのものさんありがとう、うちーさんありがとうございます、あ、ゆうすけさんもありがとうございます。今日のファッション見せてください。今日はね、これね、下はスカートですゆうすけさん、ハートありがとうございます。ゆなちゃんがシェアハウスに乗り込んで叩き直すしかって、なんかゆなも釣られそうウッチーさん、ハートありがとうございます。デイさんと下本さんは幸せでから生活リズムが正常になったってそうそうそうなんだね、じゃあ面白いよね、シェアハウスだと。うんりゅうさんハートありがとうございます。マルガンさんこんにちは。
よいちハイチュウ食べてるよって。いいねハイチュウ。今なんもないのここ。アリスさんありがとうございます。確かに年下からシェアハウス出ていくと確かにね。こんにちは、みっつーさんこんにちは。そう、1日配信3時間そうです、3時間。今ね、あとね、でも50分だからあと40分ぐらいか。あ、すみすみさん今戻ってきましたってありがとうございます。うっちーさん、ふじきょんさんありがとうございます。おー、1時半まで付き合いますよってありがとう。うっちーさんありがとう。全身見たいって結構3回ぐらい披露してるけどいいよって。ちょっと椅子スカイプです。こんな感じ。あ、遅れたけど今来ましたって。刈り上げくんありがとうございます。お、1時半にバスケの会場着くか。それまで見られて、お、ちょうどぴったしです。お腹空いてない、フルーツでも食べるって。え、くれるんですか人食いパンダさん。虫大丈夫って。え、虫やだ、虫嫌い。そういえばウーバー来たんですかって。来ました、水が来ました。あ、ポテト買ってきたから食べてるよって。いいね、うんりゅうさんありがとうございます。カスマさんもありがとうございます。虫退治できる人、いや体重できないです。お、今からスープカレー食べます。いいね、スープカレー美味しそう。配信中に着ている私服の一番変わるチャレンジをしている。してないよ。お、こひちゃんツイートおはよう世界した、面白い。ちょっと後で見てみます。いや、虫はね、触ってないよ。麺類だったら、そばが好きです。お、これから夕飯の買い物してきますって。お、早いね、買い物早いですね。いってらっしゃい。今日はリンゴだと思って。お、確かにリンゴはお家にありました。確かに、おはよう世界も生存確認方法になりまし、なりそうって。確かに。そう、これからおはよう世界ってコーヒーに行ってみよう。公園でいなちゃん見たいって。ヒロさんぜひ来てください。待ってます。そっか、日曜はね材料がなくなっちゃうんだ。そうなんだ。お、和田さんが3人の写真あげてくれてるって。えー、見たい、見たいです、見ます。今日は家族全員いるの。妹と弟は、あの双子の妹と弟はいないけど、一番下の妹とお父さんとお母さんはいます。お、リンゴだるまどうぞって。トシさんありがとうございます。4人兄弟なのって。そうですよ、4人兄弟です。花屋敷で唯一暴走しそうだから止めてねって。任せてください、捕まえておきます。今日の夜はお家でお好み焼き焼くのがめっちゃ得意やし。えー、美味しく焼けるっていいね。こんにちは、ひめひめさん。あ、いないって。遊園地ならどんなアトラクションが好きなの？ジェットコースター系も好きだし、うん、なんかいろんなのが好きだな。うん、なんでギャル？ギャルじゃないよ。いない、あの普通に塾です。
なさそうって。あるよ普通に怖いもの。虫とか嫌いだしね。こんにちは少女 A さん、こんにちは。平地の保護者の仕事も頑張ってねって。頑張ります、頑張ります。ちょっと薄くなってきちゃった。遊園地のソフトクリーム美味しいよね。ね、美味しそう。食べたいねソフトクリーム。髪染めたりしないのって。しないです、したことないですスピード遅いジェットコースター打ちそうで逆に怖いって確かにねお、メイクしてると大人っぽいわって。ありがとうございます。ゆなちゃんズバリうなぎ食べれないでしょって。食べれます美味しいよね。ソフトクリームは何味を、あったら抹茶食べるし、うん。タムタムさんハートありがとうございます。こんにちはって。みりさんこんにちは。ゆうさんこんにちは。バニラかチョコだったらね、チョコかな。ゆなは、うん。ノーブローさんハートありがとうございます。ザットさんこんにちは。本当に目開いてなかった。かわいい。ちょっと見せてほしい。ちょっと後で見せてほしい。痛い。ゆうさんハートありがとうございます。ブルーチーズ食べれますかって。なんだろう、わかんない、食べたことないかも。でもチーズは基本的には好きですね。パクチーはね食べたことないから食べれるかわかんない。でもなんか多分食べようと思えば食べれるって感じになりそうな気がする。チョコはホワイトチョコ派、いや普通のチョコかな。ホワイトチョコが普通のチョコかだったら普通のチョコが好き。そう抹茶好きなの。ヤクルト1000飲んだことあるって。あります、あるよ。お、ラーメン食べたいって言ってるって。なんか食べな。ラーメン、でもラーメン食べるのお昼なのにチラって。あ、韓国ペンギンさんありがとうございます。お、ちょっと待って、小日向から写真送られてきた。ちょっと後で絶対見る待って、ちょっと見た感じ全然開いてないわこれは全然開いてないわ。ちょっとね、起こしてあげて。ひさっしーさんありがとうございます。うちーさんありがとうございます。やばい写真じゃないよ全然、普通に。そうそう、見たいな、気になっちゃう。ゆいち何時までやるんだろうね。あ、おっぴーさん、くまさんありがとうございます。くまさんありがとう。ゆなちゃんの 30% しか、 30% これぐらい、これぐらいかな七夜さん、声抹茶アイス食べれるって。食べたい、すごい食べたい メイクしてるやんって。進んでる、ちゃんと。お、夢見とひなの前座やってるやんって。そうなの？全然やってるの？今日。そう、確認してないから知らなかった。人気だからな、並ぶって。抹茶サンタさんこんにちは。進んでないって。
誰が全然よとか本人しか知らないのって、いや知ってるけど確認してなかったヘイデンさんありがとうございます。ウッチーさんもありがとうございます。配信終わったら抹茶アイス買いに行こうって、食べたい抹茶アイス食べたい、買ってくんないかなお、あ、川渡って千葉県に入った、お7のおじさんさん、ギナちゃん 1.6 番目ってどういうこと？ 1.6 番目ってどういうこと？あ、俺が買うよって小ひなが、なんで俺買ってくれるのありがとう、楽しみにしてるね小ひな、約束だよ買ってねあ、モノモノさんプレグルミのゆずみかん買ってきたよって、どうですか、どうでしたか、美味しかった、美味しいよねあれ、抹茶のソフトクリーム注文するときコーンかカップ、コーンかな、ゆなはコーヒーイケメンだってよっイケメンスタバの抹茶クリームラペチーノ美味しいよってね、美味しいよね、ゆなも美味しい、好き、あのね、濃くする方法あるじゃないですか、それをよくやってます、エクストラパウダーしてみたいな、そう、甘さ控えめでエクストラパウダーしてっていうのをやると濃くなるから好きエッチーさんハートいっぱいありがとうございます、今日のメイク大人だねって、ありがとう、でもいつもと一緒なんだけど多分なんか違うのかな、どうあ、ゆずみかん美味しかったって、よかった、あ、ラモーナさんありがとうございます、ふじきょんさん、みっちゃんさんありがとうございます、あ、みやまず配信前から外でタイヤ交換してて、おー、メイク配信もラジオモードだったけどやっとのじゃ見れましたって、ありがとう、あいちゃんさんもありがとうございます、お、今日阪神が勝ったらハーゲンダッツの抹茶10個ぐらい買ってあげるよって、買ってください買ってね、そうそうね、抹茶アイス開発してる人天才だよね、本当に天才、なんかいつもより輝いてるって、ありがとう勝たなくても買ってあげるよって、ありがとうございます、あ、としのりさんハートいっぱいありがとうございます、ラッピーさんちらって麦さんこんにちは、花ちゃんさんこんにちは、抹茶のもなかとか羊羹はどうって、食べたい食べたいよ、おいしそう、あ、うちーさん本当にいっぱいありがとう、みーちさんもありがとうございます、そう、輝いてるのはラメ効果です、これです、このユナの紹介したお気に入りのリリミューです、海鮮を好きです、海鮮も好きです、あ、たくさんありがとうございます、うちーさんもいっぱいありがとう、クローバーさんもありがとうございます、こんにちはって、こんにちは、ビシーバシーさんこんにちは、ウンリュウさんありがとうございます、お、ひろうきさんこんにちは、お、しろちゃんさん本当にありがとう、お、のりさんもありがとうございます、しゅうもんさんありがとうございます、お、ひつじさん、くまさんありがとう、ありがとうございます、いちメイクしながら食ってるやんって、何食べてるの、ハイチュウ、まだお昼ご飯食べてるのかな、リボンさんこんにちは、リンさんこんにちは、お、アズの配信が始まりましたって、配信お疲れ様ありがとうって、ありがとうございます、こちらこそありがとう、あと30分ぐらいね
え、なんだかんだで2時間半経ってるよ。うん、そう、あと30分。あ、こんにちはって、タヌナンさん、こんにちは。配信お疲れ様って、しもちさん、ありがとうございます。ねえ、早いね。しのりさんが2時間半ずっと可愛いなちゃんすごいって、え、ありがとう。あっという間だね、本当に。朝原さん、ありがとうございます。みんなメイク配信してるね。いつもしてないよね、だって。みんなメイク配信。あ、ロンリーボーイさん、ありがとうございます。ウッチーさんもありがとうございます。こんにちはって、あ、どんちゃんさん、こんにちは。ミューズさんもこんにちは。キンキンさん、受験さん、こんにちは。 ET さん、こんにちは。諦めてるって、ゆいち。こんにちは。あまつうかぜさん、こんにちは。まーさん、こんにちは。お、みなさん、ロックさん、さーさん、たかりんさん、じゅんたんさん、こんにちは。今日は夜ないのが寂しいって、ありがとう。あ、水頑張ろうね、ファイトって、はーなさん、ありがとうございます。お、結構詰まってきました。こんにちはって、シャナさん、こんにちは。みなちゃんのおかげで電車の長旅が短く感じたよって、ありがとうございます。今日、明日は夜普通に配信できるの？明日はどうだろう、配信できるかな、できる気がします。あ、さんまさん、こんにちは。リーチさん、ありがとうございます。ロンリーボーイさん、こんにちは。仕事中だからいなちゃん配信全然見れてなくて悲しいって、お疲れ様です。ありがとうございます。え、クイちゃん、スピード落とせの謎投稿、謎だね、どういうことだろう。あ、毎日配信あるの幸せって、夏木さん、ありがとうございます。こんにちはって、こんにちは、たくさんもありがとうございます。こんにちは、バスターズさん、こんにちは。ゆいちゃん、英語苦手そうって、確かに、でもどうなんだろうね、でも苦手そう、確かに。しゅんすけさん、ありがとうございます。確かに、今は毎日皆さん配信見れけど、イベント終わったらゆねゆなロスになるねって、できるだけたくさんします。こんにちはって、ゆうてんさん、こんにちは。うちーさん、ハートありがとうございます。うんりゅうさん、ありがとうございます。確かに、ね、ショールームは話してるだけで30分。そうなんですよ、なんか他になんか今日はメイク配信したけど、どういいかな、もう話してるだけでも。ね、時間経つのあっという間ですね、本当に。今度踊るって、ね、確かに。そう、残り2日、全然大丈夫って。ありがとう。あ、今日この後金曜の公演アーカイブを見るよって、ありがとう、ものものさん、ありがとうございます。谷谷さん、可愛いって、ありがとうございます。あ、嬉しい、話してくれるだけでも嬉しい。
ありがとうございます。 YouTube とかって倍速で見たりしよう。いや普通に見ます。私倍速では見ないです。ネギさんこんにちは。昨日の好き嫌い探しはあれだけでポイント縮めてたのすごかった。確かにもうあれもめっちゃ面白かったもん。だってみんなさ全然当たらないの、当たらないのっていうかないんだけど探してるけど、みんな頑張って探してくれてて面白かったそうそうそう、正解がなかったの。おっ、この間抹茶アイス食べながらフールで武道館コンサート見ます。いいね、いいですね、それ私もしたい昨日は我々の乾杯だったって勝ったぜこんにちは。真面目に騒がす人ともネタに走る人でカオスだった確かに。あ、マサさん、クマさんありがとうございます。あ、秋山信さんこんにちは、用事から帰ってきましたって。あ、帰りなさい。ひろまるさんコメントの勢いがすごいってあ、おはようございますって。トリッピーさんおはようございます、こんにちはだけど今起きたのかなあ、遅くなってごめんなさいって。あ、いやいやいや、ありがとうございましたニアンさん菊池さとしさんありがとうございます。うっちーさんありがとうございます。イカスミパスタね、食べれると思う。絶対食べたことない。でもこんにちは、はちねさんこんにちは、うっちーさんありがとうございます、いだちさんありがとうございます。あ、今日も可愛くて素敵やって。秋山のぶさんありがとうございます。食べ物探しあんな早いコメント、確かに本当に早かったね昨日。びっくりしちゃったもんだってもう全然追いつかないタカさん、うっちーさんありがとうございます。グリーンピース食べれますそうそう、たくさんありがとうございます、頑張ってくださいって。つばっちさんありがとうございます。お、もうあと20分ぐらいしかないですあ、かえちゃんハートありがとうございます、ありがとう。ラザニアは好きですかって、好きです。うんりゅうさん、くまさんありがとうございます、うっちーさんありがとうございます、かえちゃんありがとうございます。給食のメニューで苦手だと思う、いやないかな。今日最後の宣伝コメントだって。ありがとう、しるちゃんさん、キラキラだけでも持ってずっといてくれてありがとう。お願いします、皆さんぜひハッシーさん頑張ってくださいって、ありがとうございます。あ、しおさんめっちゃありがとうございます。あ、なつきさん、カップ麺にお湯入れて配信見てた、何分経ったか忘れましたって。吸っちゃってないかなありがとうございます。あ、みんなありがとう。お、なんて読むんだろう、あ、なんて読むんだ、お名前が読めないけど、リードマイコメントカムインって、大丈夫だよ、できてるよ黒淵さんハートありがとうございます。こんにちはって、タナさんこんにちは、山ちゃんさんこんにちは、アベリアさんこんにちは。あ、明日もまた宣伝しとくねって、ありがとう、優しい本当に。ソソさんありがとうございます。ジムちゃん国民さん、あ、ありがとうございます。ホタテのフライの給食美味しいって、食べたことない。頑張ってねってありがとうございます。こんにちは、私の名前を言いますかって。あちゃさんでいいの、あちゃって呼んでもいいよって書いてあるねありがとうございます。
雪の中にしょっぱらいて暑くなったって。暑いんだ今日やっぱ。藤京さんありがとうございます。おいブログで宣伝するねって。モノモノさんありがとうございます。パイナップル好きだって。食べるよ普通に言うな。イーチさんありがとうございます。赤砂郷さんありがとうございます。お、インドネシアから来たんですって。ありがとう。こんにちは。ケンタさんこんにちは。おハートありがとうございます。すべてにパイナップルはうんあり、うん、どっちでも OK って感じ。そう、嫌いなものそう今のところないんですよね。今日あったかいね本当に。洋服をミスったってこんにちはツインピーマンさんこんにちは。生徒会とか学級委員とかいっぱいしてそうだねって。してました。生徒会してた。あポテサラにリンゴ、え、ありだよ全然ありです。タラの目はわからない。お疲れ様です。タクストさんありがとうございます。生徒会長じゃなくて副会長やってましたね。今日暑い本当に。このお部屋は暑いっていうか暑くはないけどあったかいかあポッティさんはじめまして。いなちゃん応援してますってありがとうございます。みっちゃんさんありがとうございます。カレーにトッピングするならえ福神漬けとかそういうこと、卵とかそういうことゆで卵と一緒に食べたりしてました。こんにちはって。ワッキーさんこんにちは。たけのこの里とキノコの山どっち派？前は断然にたけのこだったけど最近はキノコの山を食べ始めてて、なんかどっちもどっちも好きです。ゆいちがラーメンの汁目に塗ろうかなって言ってるよって。どういうこと？もう本当にどういうことそれは。大丈夫かなゆい。激辛料理もいけるって。いやすっごい辛い、なんだろう、辛いの好きだけど激辛料理は分かんない。うちーさんありがとうございますね。食べ物シリーズ始まったってね。そう日中の気温に合わせるとさ夜寒いよね。やっぱ上着だよね。上着持っていかないと。今日も持っていきます。お、かつりんさん自分もセット買ってましたって。お揃いですねね、カーディガンって話せないね。そう上着持っていかないと。あ、すごいひろさんありがとうございます。可愛くてごめんさんこんにちは。夜は寒いよね。そうそう夜は寒いけどね、お昼は暖かいから困るよね。パーカーとかどうなんだろう、着たりする。でも全然。みかんさんこんにちは。はいってありがとうございます。いいねってたかひろくんさんありがとうございます。おそわひろさん、うちーさんありがとうございます。お握手会では何を食べたんですかって。親子丼食べましたよ。あ、優しいかつりさん、風邪ひかんといてねって。ありがとう。ひかないように気をつけます。あ、本当にいっぱいありがとう。としのりさんもありがとうございます。お、かずさんもありがとうございます。ほっぺたぷにぷにさんもありがとうございます。そわひろさんもありがとうございます。うん、ケバブ美味しかった。仕事にするのに激辛と飯食べるの、え、絶対激辛食べてみたいもんだって激辛は。怖いな、もう本当に多分熱いお、待って、
た。危ない。来ました。シャインマスカット来ました。あとハイチュウ。なんで？ハイチュウ来ちゃった。多分ユイチの話してたからだ。絶対そうだ。だってお買い物行ってたんですよ。多分。うん、やったマスカット。うん、おいしい。ハイチュウじゃ今日持ってこ、今日持っていっちゃいます。そう、昨日も食べてたシャインマスカット、また買ってくれました。うんうんうん、トシさんありがとうございます。シャインマスカットって日持ちするのかなって、どうだろう、でもするんじゃないかな。でもうちの場合1日でなくなっちゃうけどね、みんなで食べちゃうから。うん、1週間しないくらいだって。あ、藤木雄さんありがとうございます。ワンヒロさんもありがとうございます。太郎くんさん、スワヒロさんありがとうございます。あ、カズさんありがとうございます。どう、美味しい、本当に。みなちゃんはお父さんにですか、お母さんにですかって、え、お母さんにって言われます、私はね。こんにちは、中谷さん、こんにちは、雲龍さん、ありがとうございます。そう、なんか、うん、言われます。ね、あと、もうあと7分になりました。あ、丸くゆきさん、ハートありがとうございます。うっちーさんありがとうございます。あ、まささん、くまさん、みっつありがとう。うっちーさんありがとうございます。ね、もう10分切っちゃった。でも今日3分から始めたから、あと10分ぐらいか。ありがとうございます。
美味しいって美味しい。ね、もうすぐ3時間経っちゃう。あ、ウンディーさん、クマさんありがとうございます。スーパーカメウさんありがとうございます。おいしい。あと3つしかない。お、桃の絵が話題になってたねって、ありがとうございます。そう、いろんな方が桃の絵の話してくださって嬉しかった。今日はね、3時間配信してました。あとね、8分くらい7分くらいか、3分か始めたから、あと7分、うん、8分か、あとは8分、あと7分になっちゃったです。お、開始時間教えてくれました、ありがとうございます。こんにちは、ありがとうございます。カズさんありがとうございます。花屋敷イベントに行ける人が羨ましいって、楽しみ本当に。絵なのに美味しそうな桃だったって、ありがとうございます。あ、ロンリーボーイさん、お白く弱いけどレナちゃんのことをしていいですかって、もちろんです、ありがとうございます。おつみさん、今日もコメントたくさん読んでくれてありがとうございますって、こちらこそコメントありがとうございます。たまたまさんありがとうございます。イベントは私服ですか？私服です。そうそう、私服今日、うん、うん、この後待機舞台はドボン頑張るって、ありがとう、うちーさん。うん、菊池さとしさん、後で花屋敷で会いましょうって、会いましょう。リーチさん、名前たくさん呼んでくれてありがとうって、こちらこそいっぱいありがとうございます。あ、うさやさん、いなちゃんかわいいよって、ありがとうございます。海さん、こんにちは。ゆいちとおばき屋敷くんの楽しみにしてますって。行くのかな本当に。あ、ゆなちゃん 1.5 番目に可愛いよって、さっき言ってるの6番目だけどちょっと上がった。少ししか見れなかったけど、頬が膨らんでいたのはシャインマスカットを食べてたのねって。そうです、あと2個、これとあともう1個しかない。こんにちは、オリオさん、こんにちは。クローバーさん、ハートありがとうございます。いや、そろそろ読みます。ランキングみんなありがとう。13位、カズさんありがとうございます。12位、リーチさんありがとうございます。11位、ヨシキさんありがとうございます。10位、ヤマちゃんさんありがとうございます。9位、ウッチーさん、ありがとうございます。8位、アリスさん、ありがとうございます。7位、ウンリュウさん、ありがとうございます。7位、みっちゃんさん、ありがとうございます。お、6位、青木編集長さん、ありがとうございます。5位、けんちゃんさん、あ、けんちゃんバスケ見てくるねって、お、いってらっしゃい。4位、かぶさんありがとうございます。
3位ラボーナさんありがとうございます。2位マサさんありがとうございます。1位カンカンさんありがとうございます。たまありがとうあありがとうございます。あすいません順位が変動してしまいましたって。いえいえありがとうございます。皆さんありがとうございました。あ順位の方読んであげてって。あでもさっきどうなんだろうありがとうございます。あ順位も読んでねって言います。あでも よしきさんありがとうございます。うんありがとう皆さんありがとうございます。お疲れ様ってありがとうございます。お疲れ様でしたってありがとうございます。そういうことか。ありがとう教えてくれて。お疲れ様でした。皆さん3時間もありがとうございました。明日はね何時だろう。でも明日は夜かな。うん。おーありがとうございます。ありがとう。明日が待ち遠しいってありがとうございます。おー3時間楽しかったってありがとう。皆さん花屋敷楽しんでねって行ってきます。ありがとう本当に。おまた後ほどって。後ほどまた花屋敷で。ありがとう本当にね。あと2分ほどですって。あと2分。あこのあとドボンやるので皆さん。ああとね今日はテレ東の使えるので皆さんぜひ見てください。ありがとう。おつーってありがとうございます。配信ありがとうって。こちらこそありがとうございます。お行ってらっしゃいって。行ってきまーすドボンで会おうねって。会いましょう皆さん。ドボン頑張りますのでぜひ一緒にありがとう。あ録画しといたってありがとうございます。いってらっしゃいって。行ってきます。ありがとうございますあゆゆゆゆさんこまさんありがとうございます。お疲れ様ありがとうって。こちらこそありがとうございますお化け屋敷楽しんでって。まだ行くか分かんないよまたって。おぴさんありがとうございますね。1分切りましたって。あと1分ぐらいかな。ありがとうございます。ドボンで会いたいって。会いましょう。またねって。またねまた明日ドボンでねってね。ドボンで頑張って会いたいです皆さん。そのひろさんハートありがとうございます。うんりゅうさんありがとうって。こちらこそありがとうございます。のりさんありがとうございます。おバイバイ皆さん。バイバイ。あとちょっとでね33分だけどどうなんだろうありがとうございます。バイバイ。お時間決まったらポストしてねって。もちろんです。ポストしますバイバイ。50秒ちょいで切れるはずだって。もう50秒だバイバーイさよなら。また明日ね。あ、結婚してってありがとうございます